車掌さん、電車にゾンビがいるんだ。え、どういうこと？とにかく来て。あ、はい。横山さん、車掌さん、危ない。ああ、明らかにいつもの横山さんと違う。本当にゾンビに？皆さん、奥の乗務員室に避難してください。ソウスケ、行くよ。うん、五十嵐、行くよ。お、怖い怖い。こちら537F、司令さん取れますか？こちら輸送司令、どうした？信じてもらえないかもしれませんが、車内にゾンビがいます。ここにも出ちまったか。え、どういうことですか？ニュース見てみろ。嘘だろ。現在、渋谷スクランブル交差点では突然変異したウイルスによりゾンビ化した人で埋め尽くされています。皆さん、ここなら安全です。助けが来るのを待ちましょう。はい、うん。ちょっとあんた、噛まれたんじゃないでしょうね。え、あ、ママ、さっき逃げる時に。ここから出て行きなさい。すぐにゾンビになるわよ。お客様、落ち着いてください。落ち着いてられるわけないでしょ。ここで死にたくないのよ。でもまだゾンビになるって決まったわけじゃ。なってからじゃ遅いでしょ。あ、出て行きます。ママはゾンビなんかじゃない。ソウスケ、ママはママのままだ。ゾンビなんかになるもんか。そんなこと言えるのも今のうちよ。ママが出てくんなら僕も出ていく。ソウスケは優しくて強い子だ。もう一人で何でもできる。できない、ママがいないと。ママがいなくても大丈夫。ほら笑って。うーん、ありがとう、大好き、ママ。やばい、扉が壊れそうだ。皆さん、もっと奥へ。やべえな。少年、先に行って。うん、くらえ。か、今だ。じゃあ、お姉ちゃん。あ、もう無理かも。サッポよ、バカ、何やってんの。てめえ。五十嵐、噛まれたの。ダセーよなぁ、俺。なんで助けたの？もっと自分大事にしろよ。私なんてほっとけよ。ほっとけるわけねえだろ。ようやく見つけた、大切な人を。もうふざけんなよ。タクポよ、またお前を見つけるよ、キモ。ママ。こちら 537F。 遅くなってすまん。間もなく救助のヘリが到着する。乗客は何名だ？現在3名です。了解した。よく頑張ったな。助けが来るのかい？はい、間もなくヘリが到着します。助けては、帰りたくない。もうどうでもいい。そんなこと言わないでください。え、命を懸けて戦ってくれた人の分も、この痛みを背負って戦っていくんです。この痛みは消えることはない。でも、それを受け入れて生きていくんです。うん、この痛みがあるからこそ、また立ち上がって明るい明日を求めて生きていけるんです。さあ、帰りましょう。うん、うん、そうか、なんで俺がゾンビなのよ。